さて、次はどうするかの。なあ、じいちゃん、なんか目的変わってきてねえか。そういえば、夜ご飯の食材を取りに来たんですよね。しかしじゃ、この山には仮想のさらに厄介なのがおってな。天津岳のよく入る場所にはまずあれがおる。あれとやり合う前に多少はの。あの薄気味悪いキノコに上がいるっすか。わしも若い頃は手を焼いたもんじゃ。それは準備をしておきたいところっすね。キーチチチチ、お前さん相変わらず素直じゃの。あれ、じゃあ次はあそこじゃ。それで、あの木をどうするっすか。じゃあ、斧を使わず剣であれを切り倒してみ。それと、これもな。ロープ、また木に体をくくりつけるっすか。冴えとるの、娘っ子。長さはまあ、動きの邪魔にならん程度でいいぞ。なるほど、あの木は枯れてるっすから、また何か落ちてくるわけでもないっすね。よし、じゃあやってみるっす。行くっすよ団長。で、結構歩いてるが、どうすりゃ会えんのよ、主様によ。さあ、適当に山をうろついて、運が良ければ会えるだろうね。私にできるのは、天津岳を探すことだけだよ。まあ、そうだな。この島に来たんなら、一度は食ってみてえしな。しかしよ、ずいぶん土が乾いてやがるが、こんな場所にキノコが生えんのか。そうね、湿ったところにもなくはないけど、そういうところは火葬が出るからね。火葬の出るところは近づいちゃダメよ。危ない上にキノコなんかめったに取れないんだから。とは言うが、ここでも見つかってねえじゃねえか、キノコはよ。って言ってもね、あれを山ほど取るような人はお客さん連れて行ったりしないからね。私にできることは、あんたらを安全に村へ返すことだけだよ。ほら、キノコが欲しけりゃ頑張って。くそ、仕方ねえ。てめえら探せ。見つけるまで帰れねえぞ。山の主と天津岳をな。うん。使ってはいけないんですか。ん、そりゃ大変じゃなきゃ修行にならんからじゃろう。実際すっげえやりづらそうだな、あれ。じゃろ、まともに幹に打ち込んだら剣が折れちまうからの。ああやってかすめるように正確に剣を当てて、じわじわ削っていくしかないわけじゃ。大変です。なに、あの二人ならそう長く時間はかからんわい。まあ、あいつらだったら確かに。で、なんであの枯れちまった木なんだ。
昼にしたって生の木はさすがにの。それに。それにまだ何かあるんですか？あれ、なんかこの木、中が空洞に。うん、出よったな。うぎ、魔物の巣になってんじゃねえか。やべえ、助けに行くぞ。キッチッチ、それには及ばんぞ。おい娘子たちよ、ロープを切って逃げるなよ。木は切り続けるんじゃ。その魔物をさばきながらの。うぎゃー、ちょっとこれは無理っすよ。精霊のご加護に感謝します。見る目あるの。あの数が相手じゃ斧は重くてちっと厳しいからな。準備運動に栗を切らせて正解じゃった。よく目は鳴らしとかんと。あの魔物は素早いからの。はてさて、そろそろ蹴りがつきそうじゃが。終わったっすよ。あ、二人ともお疲れ様でした。お水飲みますか？おーい、怪我とかしてねえみてえだけど、大丈夫かよ。ヘトヘトじゃねえか。目当てはこっちの枝じゃ。ほれ、火を起こす手伝いをせんかい。あ、なあおばちゃん、あれ。あら、ああ、よく見つけたね。アマツタケだよ。だとこら、どこだよおばちゃん。くっそ、やっとかよ。危うく坊主で帰るとこだったじゃねえか。アマツタケはね、取り方にコツがあるんだよ。こうしてそーっと、ほら。あよかったね。山に入って何も取れないってことよくあるんだよ。ははー、こりゃいいや。今年最初のアマツタケゲットだな。てめえらはしゃぎすぎだろ。おおい！
おい、何なんださっきからよ。上で何かあんのか。火を起こすぞ。